です。今日はなんとうさちゃんのお家を100均のアイテムのみで作りたいと思います。このね、プーでいうサークルというか周りの囲い部分とケージも2つ合わせて、トイレとかもいろいろついて、お家もついて4000円というとってもコスパが安いです。それでは早速作っていきます。今回ベースとなるのはこちらです。じゃじゃん。結構ね、これワンちゃんとかのね、ペット飼ってる方はみんなこれ使ってるみたい。猫ちゃんか、子猫の時は。だけどウサちゃんはケージとして使えるからいいなと思って。で、これ買ったら、これペットハウス500円。これがトイレ。揚げ物上は揚げ物、うん、揚げ物。よし、じゃあ組み立てます。あとチモシースタンド、これ100円だから。チモシースタンドも高いからね。まずはひたすら結束バンド、これ100円の四角いやつと、これが3つで、だから600円、800円でケージできます。安いでしょ、800円って。で、あとはこれ結束バンドでやるだけ、簡単簡単。結束バンドも100均だし、見てこんな簡単。これはもうね、誰でも作れるよね、このサイズ感。まああまりプーと変わんないね。ね、意外と変わんないよね。あ、一緒。一緒。ちょっと小さくも見えるけど一緒。とりあえずちょっと開く部分計算されてないけど一回止めちゃおう。すごいケージ感があるよね、これ見て。ほら、ねえ、こんな100均で作れちゃうのいいよね。うん、ちょっとね、僕底部分だけ計算し忘れました。これを考えてるんだけどさ、こうやってね、うん、だとしてもうんちが床にポンポンって落ちるシステムです。そうだね、まあマットとかでもそうね、ま、みんなはマット引いたりとか。これね、貫通、ほらこれでポンポンポンってうちポンポンってやって、結束バンドね、ちょっとチクチクするからここが危ないから、極力うさちゃんの届かないこれ角っことかに集結させるといいね。続いてこれをジョイントして、これだけね、ちょっと300円で買ったので、ここをワンブロックカットしてここにくっつけます。3分の1の部分で切ればちょうどいい感じですね。これなんか噛み合わせ的にね、ここがどうしてもこうなっちゃうか、ここはまた結束バンドで留めます。床が完成しました。こんな感じで100均にあるこのマット、これ1枚できるかな。ほらぴったりですね。だからあの芝生なくても実際これでいいよね。まあ、うんちちょっと大変だけど、うんち気になる人はこれを置いて、芝生を置いて、ほらいい感じ。どう、可愛くない？これちょっと気になるよね。開けてみます。あ、可愛い。ちょっと固めだけどね、クッションがすっごい硬いスポンジ。キャンプ感がすごくない？そして最後にこれ結束バンドで留めて、そんでこうすれば、うん、より安定感出る。これね、これ市販のやつもガチャンってつけれると思うからつけまーす。これね、みんな正面開きがいいね。横開きはね、掃除が大変だから。そう、正面開きに改造しようかな。はい、前開きに変更したけど、かなりやりやすい。これほら、もうこっちの方がね、いいです。ほらで、ここに給水ボトルつけたり、これつけれるのがいいよね、ちゃんと市販のやつを。いいお家じゃない？これ見て、すごくいい、綺麗だし新品って感じ。チモシースタンド、お水、トイレ。ちょっとお水とチモシーを補充して早速お家に招待しましょう。これ足はまっちゃうから、これを極力多めにして、でも食べないように気をつけて。トイレ完成。これで足もはまんないね。よし、はい、白いウサギさんです。ここに入れてあげよう。はい、じゃあご飯も同じご飯あげます。とりあえずここでいいかな。よいしょ、かわいいね。1ヶ月半後こちらに落ち着きました。ちょっとこれ一回撮ろっか。今のモコマルハウスはこんな感じで、これ全部ダイソーのやつで作ったんだけど、手前もこの網網だったんだけど見にくいからガラスに変えたんだけど、これもね100均に500円で売ってる額縁で、作り方はこのガラスのフィルムと外枠のフレームがあるから、そのフレームの内側に瞬間接着剤を塗ってガラスをピタッてくっつけてっていう感じ。あれ、グルーガンでくっつけなかったっけ？グルーガンじゃなかった。そうだよね、見てみ。あ、瞬間接着剤につけて、うん、グルーガンで一瞬補給し、抑えたね。そうだそうだ、補給したんだよね。補強したっていう感じ。ちょっと近くで初回金具はペンチで引っこ抜いて、ガラスとフレームを瞬間接着剤で留めた後に一周ぐるっとグルーガンで補強しました。もうこれをね、固定方法はこことそっち側洗濯バサミで留めるだけ。開けばゲートオープンするから、こんな感じにしてます。
で、なんか足元は結局芝生だったけどね、マットに落ち着いたよね、人工芝の緑の。マコのソーホックがあったから。そうだね、そうだね、それがなければ芝生採用してたかな。足にね、ちょっと病気があったから柔らかいマットに変えました。でもこれいいよね。いつも朝に掃除機でさーって吸い込んで、うんちきれいにして、でその後ここ開放して、このリトルグリーン面のエリアでね、開放して、そうで、この余った柵をこんな感じで、これも結束バンドだから自由に形組み替えれるから、こうやってね、好きな形にこうやってこうね、こうやって好きな形に組んで、もうこのエリアを作って、それから朝いつもね、開放してます。あ、チモシー食べてる、かわいい、かわいい。こうやって動画撮ってもすごく綺麗に映るし、いいよね、ガラス張り。やっぱ網網ちょっとね、うまく可愛いシーン撮れなかったりするもんね。こうやっていつも開けます。ほら、これ洗濯バサミがあるから、こうやってね、しっかり開けれるの、ほら。で、こうやってモコ丸が自由になるって感じ。だからね、この網網でこういうフェンスゲートも作れるし、お家も作れるし、すごくいい。まあ、プーはちゃんとしたケージなんだけど、実際こっちの方が僕掃除しやすい。まあ、やり方次第だと思うけど、うん、すごく掃除もしやすいから、意外と全然いい。一点注意点が、モコ丸がこういうとこかじるんだよね。ここ。こういう風にかじると、これがね、ちょっとゴムみたいな、なんかそういうペット用じゃないから、ここの表面のゴムが削れちゃうから、これはね、良くないっていうのが分かりました。で、モコ丸も最近噛まなくなったから、噛んだ時にダメだよってやって教えたから、噛まないからもう大丈夫なんだけど、これがちょっと欠点だから、これ本当に注意した方がいいね。で、なんか後日ダイソーで見たら、これの黒色バージョンがあってね、網。白色のゴムがない状態で鉄のものがあったから、それだったら噛んでも平気だね。だからちょっと色は黒くなっちゃうけど、この白色のゴムがない状態の買って作ると黒色のお家になっちゃうけど、いいなって思います。まあ2ヶ月やってみて、そこが改善策だったから、よければ皆さんね、それやってみてくださいっていう感じで。だからこの網網は白はあんまおすすめしません、僕使ってるけど。そうですね、噛んじゃった時にこうボロボロになったり、これ食べちゃうと良くないと思うか、良くないから、ゴムで包まれてないやつでやればいいと思います。それだけかな、注意点。うん、あとはこうやってペットボトルの飲み物もつけたんだけども、自由にこういうの取り付けできるから、それもすごくいいです。あとチモシースタンドとか、ああいうのもつけれる。まあ簡単に取り外しできるように洗濯バサミでやってるけど、ペットショップの取り付けのやつは大体取り付けられるからいいですね。あとお家大きくしたい時にも大きくできるから、これでね、組み直しして、うん、自由に増築もできるから、これはかなりおすすめ。プーの市販のケージだと広げたい時に広げられないから、これは良かったです。もこたんのお家がこんな感じになったので、よければ皆さんもぜひ作ってみてください。プーもこチャンネルもちょくちょく動画上げてるから、よければ見てください。すごいペロペロしてる、ずっと。かわいいね、すごくかわいいもこちゃんの様子があるから、概要欄にリンクあるのでぜひ見てください。そしてお家も100均のもので作れて、すごく安くいい感じに作れるので、よければ皆さんもぜひ作ってみてください。はい、ぽーペロ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 くすぐったいの、これすごく。もこまるもよろしくお願いします。じゃあねー、じゃあねー。